株式会社大松は、東海3県下で、アミューズメント事業及びその他の事業を展開している。企業、パチンコホールラッキープラザを13店舗運営している。また、株式会社リークリエイトを外食事業部に用しており、同社を通じて飲食店を15店舗運営している。他にも子会社を通じて様々な事業を展開している。ラッキープラザのテレビ CM は、寄付関連及び、 津島店がオープンした年の1992年に放送開始。以後、同 CM は中京ローカルで放送され続けている。当初は深夜を中心にスポット CM として放送されていたが、後に同社が朝まで生テレビの名古屋地区ローカルスポンサーを務めたため、CM は同番組内で放送されるようになった。2007年9月をもって、 同番組の提供を終了し、CM は再びスポットで放送されるようになった。ラッキープラザのテレビ CM や、その他の広告媒体に登場するマスコットキャラクターラッピーは、2006年8月7日に、ラッキー研究所にて開発された、猫ガール型アンドロイドである。実際に広告に使用され始めたのも、同時期であるが、2007年の後半からは登場する、機会が減少している。 その後は、デーブ・スペクターや5人組のガールズユニットエラもいるを、経て、2016年12月現在はその子音監督、横町桃子出演による、楽しさの、その先へ、と題した CM が放送されている。ありがとうございます。